父は訪問診療によく行きました。来られなくなった患者さんに自分が向かっていくのは自然なことだと。私もその通りだと思います。胃ろう、高カロリー点滴をしていても、たとえ末期がんでも自宅で医療を受けることは可能です。一人一人の生き方、思いを尊重したい。ご家族の不安やお悩み、ぜひご相談ください。魚川医院です。